はい、皆さんこんにちは、今日は手作りマスクについての注意点を一つだけお伝えしたいと思います。コロナウイルスの影響で非常にマスクが、注目度が上がっています。自作マスクをされる方が非常に増えていますが、一つだけ注意したい点をお伝えしてみたいと思います。いろんな素材でマスクを作っている方がいると思います。木綿だったり、化学繊維だったり、ウール系、ニット系、また着物のフィールドでは正絹という素材で、まあ様々な素材でマスクを作ってらっしゃる方がいると思いますが、自作マスクをする時の注意点は大きく一つ、素材というよりは生地のコンディションに気をつけましょうということです。生地のコンディションというのは大きく2つあって、自作マスクだと洗うことが予想されますよね。はい、なので、洗って繰り返し使える素材なのかどうかということです。着物の業界でいうと正絹捻糸されてて、糸を作るときにこう回転させてて、糸にさせてて、それでちりめんの生地なんていう生地で作ると確実に洗った時に縮みます。縮ませてから縫うっていう方法もありますけど、いずれにせよ生地のコンディションとして縮むものかどうか、繰り返し洗えるものなのかどうかという注意点が一つで、もう一つがですね、生地のコンディションで言うと、まあ平たい話、かぶれてないかということです。カビ、シミ汚れ、あとは黄変とはいろいろありますが、まあ、黄変シミあたりは洗ったらなんとかなって、まあ、黄変はあの色が変わってるんで、その色自体は変わることないですけど、何よりもカビというものが体にあまりいい影響を及ぼしません。例えばカビの胞子がついている生地でマスクを作ってずっとここに当てていると、カビの胞子が体に入ってしまうので、そこだけ気をつけていただきたいと思います。生地のコンディションについて、大きくは2つ、洗って繰り返し使える生地かどうかで、その生地自体に、カビがないかどうかということを気をつけて自作マスクを作っていただければと思います。はい、自作マスクをされる方にちょっとでもこれがためになる情報になればと思いまして動画を作らせていただきました。はい、ということで今日もやしチャンネルをお届けいたしました。